ザベロニカズは、オーストラリア・クイーンズランド州、ブリスベン出身の一卵性ソーセ生ー児の姉妹によるグループである。小さい頃から、テレビラジオや、地方紙などで活躍していた。リサとジェスは、アブリル・ラビーンの曲を書いた、クリフ・マグネスやマドンナの曲を書いたビリー・スタインバーグ、エリック・ノバ、デッドモノ、ビンス・デ・ジョージャなど、国際的なソングライターたちに会い、50以上の曲を作った。 その後、アメリカのワーナーブラザースレコードと契約する。ザ・ベロニカズの由来は、コミックス、アーチーコミック登場人物のベロニカ・ロッジである。一時は、商標権侵害で告訴されたが、和解した。その後、コミックス内で、フィーチャーされた。また、数ヶ月後には、ザ・ベロニカズに会っているアーチーを主演させ、アーチーは、彼女たちの最大のファンとしている。ニューヨーク、シカゴ、 ロサンゼルス、オーストラリアに家を持つ。現在はロサンゼルスに住んでいる。リサは2006年にはライアン・キャブレラと付き合っていた。2008年ディーン・ゲイヤーと婚約するも7月に破局。ありがとうございます。